ちに降り注ぐ少しのリグレットと罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がつかずに僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける君の声が今も胸に響くよそれは愛がさまよう限り君は少し見覚えのある景色は安心するな。うん。おや？なあ。はて。ほう。ここまでは無事に着けたな。陰鬱な場所だな。せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。実力は五分五分といったところか。ここは抜かせ。燃えかかる炎を叶えよ。光る。光の風。フレアトルネード。どういうこと。
流れが来てんじゃねえか。さあ、目的地に着いたわよ。なるほど。承知した。この開口、偶然とは思えんな。開口ってなんだ。出会いってこと。大げさだよね。
困っている人はいないか？何にでも首を。どうした？おお。わあ。感謝する。あまり感心できませんよ。いや。今のニズは悲哀を拭えないで、レナの席を持つ私が手をさ。フルだ。
フル、うん、ほう、うん、ほう。なんと。うん。ほうほう。別れさせちゃってよかったのかな。当人が決めたことだ。きっと仲間以上にご婦人が大事だったんだ。しかしこれでご婦人も気力が戻ると良いのだが。またご褒美をもらえたな。まだこれだけいたのだな。ダナフクロウ。なるほど、美しいものだ。私もダナのフクロウはほとんど滅びたものと、当てにならないものですね。何でもいいけど、ここのことは秘密だからね。ああ、分かっている。こういう場所はなるべく知られずに置くべきだ。だが惜しいな。うまく訓練できれば素晴らしい合唱が期待できそうなもの。フォローフォロー。うん、なんか泣き始めたぞ。アルフェンとシオンが訳してくれるよね。え、あ、いや、前のあれは適当な想像で。へえ、なんかよくわかんねえけど、それやってくれよ。そうか。まあそこまで言うなら。うん、あんなこと言ってるが大丈夫なのか。はあ、しっかりなさい。託すと決めたのはあなたでしょうに。ほほう、ほろろほろほろ。俺には仲間を守る責任がある。それで無茶をされては困るのよ。フクロウの会話なんだよな。もちろんもちろんだ。ああ、それにしてもよくこれだけのフクロウを見つけたものだ。リンウェルのフルルへの思いの強さの賜物だな。フルルはどの枝に止まるのかな。リンウェル。あ、うん、なんでもないよ。さあ、まだ止まり木も半分しか埋まってないし、残りの袋も頑張って探さなきゃ。
目的地に着いたわよ。さて、感謝する。行くものさ、必ずしも良い結果になるとは限らない。今回は良い結果になりましたね。ああ
やっと。どんな触り心地なのかしらね。我ながら上出来だ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛えし、喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な！いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があると言うんです？だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところにローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由が分かったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。キサラ、少し話をしたい。この前のことを考えていた。理由がどうであれ、ティオハリムはメナンシアをダナとレナが共存する形に変えてくれた。だが私は誰もがそれを歓迎して当然だと思い込んで、誇るばかりで踏み固める努力を怠ったんだ。こんな私にまだ理想を追う資格はあると思うか？俺がどう思うかは関係ない。答えはもう出ているんじゃないのか？少しばかり虫が良すぎるんじゃないかという気がしてな。一度も間違えない奴なんていない。肝心なのはその後どう動くかだ。
キサラは自分で気づいたじゃないか。そうだな。私はもう目をそらさない。誰も失わないために最善を尽くす。それにあの人のティオハリムの背中を叩く人間も必要だ。二人も後ろを向いていたら目も当てられないからな。そうなったら俺たちが背中を叩くさ。それにしてもキサラの生き方がミキューダを手本にしているなら、彼は本当に立派な男だったんだな。なんだ、まだ納得していなかったのか。最初からそう言っているのに。なんなら今日も兄さんのことを話してもいいぞ。それはまたの機会にとっておくよ。洗濯物を畳んだら私も休むよ。忘れ物はないか？見てくれよ、こんなに動物が増えたぜ。まさかローに飼育の才能があるとはな。やっぱ波長が合うんだね。照れるぜ。ロー、もう少し言われたことの意味を考えた方がいいぞ。カレー、バーガー、マッシュポテト、悩むわね。ちゃんと料理で悩むように。うん、教えた甲斐があったな。偏りは感じるけどね。食べるのがもったいないくらい。お前って暑い時も寒い時もアイス食べてるのな。悪い？別に悪いとは言わねえけど、あ、腹冷えたりしねえの？そういうこと女の子に聞く？気配りないな。え、いや、あ、そのなんだ、心配っていうか気になる。アイスクリームは食べたい時に食べるのがいいな。んなこと言ったって、そんな好き放題に食ってたら太るんじゃねえの？あんたに気にしてもらうようなことじゃないから。アイス一つで言い合いになるか。若いな。無邪気と言ってあげてください。もう休もう。
手伝うことがあったら言ってね。この味、宮殿の料理人にも引けは取るまい。なんか変わった形の焼肉だな。これはブサギ焼きだ。ああ、なんだよ急に。ブサギってあのブサギ？つぶらな瞳が可愛い。あれ？もともと食用種だ。何もおかしなことはあるまい。もっとも、いつの頃からか愛玩用とする者が増えたせいで、昨今は珍味とする向きが強いようだが。味のせいで珍味になったわけじゃなかったのね。柔らかく脂が乗った良い肉だ。少し風味に癖があるが、そこはまた良い。癖のある風味ですか。強めに焼くか、香草で煮ると消せるかもしれません。うん、香辛料でいぶすか煮込むか悩んだのだが、あえてそのまま焼いてみた。デュオハリムってたまに変なもの食べたがるよね。鋭謎をやっていると大抵の料理に飽きが来るものでね。その挙句が珍味探しか。いいんだか悪いんだか。まあ実際元の姿がどうだろうと、こうなっちまえばうまそうではあるよな。肉だし。そういえば以前読んだ珍味に関する本にはフクロウについても書かれていたが、さすがに試す機会はなさそうだ。当たり前でしょう。フルフ、ゆっくり休んでくれ。戦越え、うん、見た目も味。おやすみ、みんな。あ、準備はいいか。心労がたたっているんだろうか。
さあ目的地に着いたわよ。ここが光が落ちたって場所か。なんだこの塔は、ダナの遺跡なのか。どうだろう。でも精霊力が強くなってきてるから光は間違いなくここにいるよ。ネネギスからの資格だかなんだか知らないけど、私の術で吹っ飛ばしてやるんだから。全力で行くぞ。ラビタスレイヤー、仕方ないわ。闇に飛び出すな。ラドリテン、ラビタスレイヤー、落ちちゃうよ。今行くから。闇に沈みなさい。我が鉄で貴様の瞬足を封じよう。いや、縛ると言った方が正しい。いいから早くして。とどめだ。今行け。ラビタスレギオン、これは終えるぞ。誰やっとる。とどめだ。子が肌に。これは価値があると思うわ。人が襲われてねえか。とにかく助けないと。やらせないよ。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。これで挑む。爽快を当てるわ。よく聞こえた。闇に沈みなさい。やれるぜ。終わりよ。もう任せたまえ。闇に沈みなさい。やれるぞ。もう一発。やらせない。ここかける。まだよ。もう闇に沈みなさい。リューベル精霊力全開。いっけ
階段か。どっちに行けばいいんだ。上だよ。下にも気配はあるけど、そこまで大きくはないけど。上だな。よし。
ては無事につけた。あ、よし。うわ、このやれやれ。これ止めた方がいいのかな。二人の間には浅からぬ因縁があるようだ。我々が口を挟むべきではないだろう。楽しんでるだけだよね。よし、行くぞ。全力で行くぞ。攻撃に出る。上層か、仕掛ける。後発戦勝利、滅殺戦風だ。上層か、攻める。締める。攻める。後発戦勝利、止める。撃つ。せいや、攻撃に出る。締める。滅殺旋風だ。後発戦超人、まとめて片付ける。はっ、成功。拡大敵、撃あっ。
ラギルって意外とは…激しい人だったんだね。兄さんのことになると熱くなってしまうんだ。それはあんたも同じだろう。行きなさい、アドレビートオブリア。
う一発、氷を砕け散れ。アクアルイナ、撃つのかな。闇に沈みなさい、グラビタスレギオン。行くわよ、まだよ。闇に沈みなさい、そこ。もう一発、私に任せて。闇に沈みなさい、甘いわね。もう一発、逃さない。氷を砕け玉切れよ。闇に沈みなさい、グラビタスレギオン。この旅も刺激的な旅であった。無事に着けたな。また省略、エアクラフト、また省略、カンカン、また
爽快を果てるわ。ダビクルーと、地球の爪にて引き裂かん。ガッティーレール。地球の爪にて術なら任せて。地球の爪にて引き裂かん。ガッティーレール。爽快を果てるわ。ダビクルー視点の風。サイクロン。イカ攻略。ガッティーレール。また攻略。また省略タイクロン。ヘイ片手。ヘイと早手の舞いエアスラット。ヘイ続けてエア。
叫び、スプレンド流水の叫び、スプレンド、ふぅ、見合わせないよ、イカ省略スプレンド、ふぅ、イカ省略、タイダルウェーブ、危ない、お返し、神羅の高幕は、たぎり踊る子の雫、タイダルウェーブ、イカ省略、ふぅ、ふぅ、流水の叫び、スプレンド、イカ省略スプレンド、ふぅ、ふぅ、また省略、別なら任せて、また省略、タイダルウェーブ、はい、やらせないよ、いくよ、また省略、アローレイン、ふぅ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 、ヘイ、まだ終わらないよ、ふぅ、ふぅ、神羅高幕はたぎり踊る以下省略、キスが止められちゃったよ、と流水のたけりプレート、と流水のたけり、流水のたけりプレート、以下省略プレート、この力でこっちだよ、と いけるよ、と蒼天烈線アロー、いただき、と蒼天烈線アローレイン、神羅の高幕は以下省略、とと蒼天烈線アローレイン、と蒼天烈線アローレイン、と以下省略アローレイン、とまた省略アローレイン、また勝利するアローレイン、ごめんなさい、絡めとる、神羅の高幕は神に踊る、立たせ、どうしない、
見覚えのある景色は安心するな。悩みがありそうな人を見かけました。うわ、バカら。よし。やった。何なの？ああ、やっと着いた。あのズーグル、邪魔ね。こっちはいい。ここまでだ。ハートレッド
サークル。よくバカバカに。これで一応だったな。機嫌いいな。風に乗ってひとっ飛び。え、あ、ちょっと。お、さあ、目的地に着いたわよ。よう、炎の
剣ご一行様じゃないか。マハバル、あんた生きていたのか。おいおい、丘暮らしのあんたらが生きてるのに船乗りの俺が海で死ぬ道理があるか。だがてっきり、いや、無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ、気にするな。まあもっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ、機関部をやられて息も絶え絶えだった。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。そしたらヤッコさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の？ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかくおかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。ああ、大会のど真ん中に行きたいんだ。それも今すぐ。ちょっと、まだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。十分でかいと思ってたけど、間近で見ると想像以上にでかいな。あっさり上陸できたな。何かしら妨害があると思ったが。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たこともない。ええ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう、機械でも生物でもない。でも生きてる。大丈夫よ、何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。だがこの大きさだ、行き当たりばったりでは見つけるのも簡単ではないぞ。確かに、この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リンネル、そこなの。おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か。何があった。なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声？うん、言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたのか。違うよ。なんでわかるんだ。知らないよそんなの。でも敵とかじゃない、
そういう感じじゃなかった。どう思う？罠の可能性もありつつかけてみるか、当てどもなく探して回るかの選択だな。リンウェルを信じよう。いいの？ああ、ま、何の当てもないよりマシか。あ、おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞ、ロー。あ、物騒なところね。俺たちが片付ければ少しは平穏になるさ。相変わらず人がいいこと。